今回紹介するのは、真昼の悪魔、慎重文庫、という本です。沈黙、深い川といった純文学の遠藤周作作品とは一味違う乾いた語り口に引き付けられます。テンポのあるミステリーでありながら、犯人を探しが主題ではなく、あくまで女医の心に住む悪魔、それも、 誰の心にも住んでいる悪魔がカトリック作家遠藤周作らしく強烈に描かれている点が最高です遠藤周作の中でも私が特に好きな話終わりのあっけなさが少し気になるところだがゾクッとさせられる冷たさを持ちながらいろいろな場面で人の心について考えさせられる話「美しい女イという登場人物も魅力があり 描写が絵になっているおすすすめの本です悪魔は自分があくまだと訴えるような姿を少しも持ってはいない悪魔は誇りに似ている目立たずわからぬように溜まっていく誇りのように人間の心に救うそして悪魔はどんな人間の心にもすぐに取り付く悪感は 神父登場の章でうっさん神父が悪魔と対峙する場面だ読んでいて鳥肌が立った善を質で測ろうとせず量で測ろうとする愛の代わりに効果だけしか考えない数字とその効果でしか全てを判断できなくなっている現代人こそが改めて手に取るべき本であろう以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。